はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、本日はハロウィーンの準備をしております。ハロウィーンです。はい、のりさんがこれからごちそう作ってくれます。はい、はい、その前にケーキ、女子にはね、ケーキが必要なんでスイーツからいきたいと思います。はい、ただ今の時間が4時15分なんで、今からやって今夜に間に合うかということなんですが、頑張ります。はい、今の時間が4時16分。さあ、ここから何時にできますか。勝負。うん、何が一番時間かかるかっていうと、何をするか決めるのが時間かかって、ここから先はそうでもないのかなと思って、いつもね、どっかのネタっていうか、あの、こういうことやろうってアイデアを決めてるの。お腹とそのやりたいと思う気持ちと、いつもタルトじゃない。うん、今回まあタルトやめた、かぼちゃもやめた、うん、人参、人参、人参でやりたいと思います。そう、途中までね、タルトの準備はしたんだけれど、うん、ちょっとね、気分が変わった。気分変えて。はい、なんで今からやってみたいと思います。いつも島井さん料理ってどうやって決めてるんですかって聞かれることあるんだけども、インスピレーション、気まぐれとも言う。物はいいようだね。お願いします。はい、これもね、いつものケーキだから、もう分量は頭に入ってるから楽。人参のケーキ、人参のケーキ、うん、うん、色がね、うん、すごいハロウィンっぽくなるんじゃないかと予想です。人参のケーキがね、まあ、ご期待ください。はい、美味しいんですよ。うん、ブラジルのレシピですね、これ。はい、コンベクションオーブン180度で400分ぐらい温めます。このね、混ぜる作業が一番楽しい、私の中で。やれやれって感じで。見る形が変わるもんね。そうそう、これね、楽しいのよ。よくこねまして、この色が綺麗なんで。はい、じゃあ型入れます。まず、では、出しちゃいます。はい、焼けました。はい、焼けました。いい匂いがしてきましたよ。じゃんじゃじゃん。はい、いい色になりました。こんな感じです。はい、彫刻が始まりました。ほっ、ザクザクやっていきます。これがどうなるか、お楽しみです。楽しみに。じゃん、今年はね、いつもと傾向違って目を丸くしてみました。結構、なんか邪悪な感じになりました。そうそうそう、本当はね、ここを欠けちゃったから、欠けてなかったらこんな感じでしたね。なんかでも、うへへーって感じだね。はい、出します。シャキーン、ちょっと良くない、下にあれ引いてるから、ほら、お、こんな感じ、いつもね、ここで引っかかるんだけれど、うん、こっちを上にするか、こっちを上にするか考えてるんだけど、どっちがいいんだろう。剥がしてみてどうかな。せーの、うわ、あ、こっち綺麗かもしれない。こっち綺麗。入りました。ドキドキする。すごいよ。はい、ぴったりぴったり、さすが。ちょうどよかったね。うん、ギリギリ。ラッキー。今さ、これポテト、ハロウィン商家のと違うんだね。これはノーマルの色なんだね。そう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 、なノーマルです。なんかアメリカのものって紫って多いよね。なんでだろうね。なんかあんのかね、そういうのがね。引き立つのかね。サラスマオーブン、サラスマオーブン、お、いい感じです。はい、実はですね、ほい、これ斜めってるか、ここに蓋があって支えになってるんですよ、流れてしまう。はい、手伝います。暑いですよ、どうもありがとうございます。ただち、お願いします。照りが出てきたね、やっぱりね。
実はですね、うん、これチョコレート使ってないんですよ。え、チョコじゃないよこれ。カカオと、うん、まあブラックココアと、うん、あとお砂糖と水だけ。カカオ 100% ってやつ。そうなの。あとバター今入れた。舐めてみる。どうぞ。でちょっといただきます。これちょいビター、ビターじゃないな。すごい美味しいよね。めっちゃ俺好きこの味。美味しいよね。最高。綺麗。ああいい味。うまい。美味しいよね。美味しい。そもそもバレンタインにまた作ってほしいなこれな。すごい美味しい。でもこの中人参だよ。よし。すごい速が。ほら簡単にできる。で後ろも綺麗。じゃんじゃん。できました。おお、溢れてる後ろ。おどろおどろしいかぼちゃの出来上がりです。はい、チーズがいい感じ。はい、来ました。みんな、そしてパイ生地。パイ生地。はい、これはやるとね、うん、こうハロウィーンって感じがするんだよね。我がすっかり定番になりました。でもさ、1年経ってるじゃん、忘れる、うん、どうやってやったか忘れた。こんな感じだったような気が。さあ、これをやってみましょう。そもそもさ、うん、どうなるのか全くわからないんですけど、ボスミイラ、ボスミイラ、あ、これだ、あ、開いた開いた。色が違うぞ。これこうして並べてみると面白い。んでっか。これどんな感じなんだろうね。すごい楽しみ。いや、レンジにかけすぎた。チンしすぎた。さあ、どっちが頭だ。わからない。とりあえずこっち頭にしようかな。チョンチョンチョチョンチョンチョンチョチョンチョチョンチョンチョンチョチョンチョンチョンチョチョン。私毎年ミイラ作ってるような気がするんだけど。家族に好評ですからこれは。そうだね、うん、リクエスト来るからミイラだけは作って。確かに。これはいい感じにミイラですよ。いい感じ。あ、なんかいいね、ほら。でっかカレーが、うん、どうぞ。まだ2匹作ろう。ミイラちゃん、レッツゴー。最後の仕上げです。できました。はい、いい匂いしてるね。シャキーン、シャキーン。はい、できました。シューシューいってるね。そしてでっかいのはちょっと取れました。尻尾付き。はい、できました。じゃん、はい、できました。完成しました。完成です。これですね、みんなのそれぞれ好きなもので固めてみました。じゃあどんどんいってみようか。まずはケーキ。ケーキ、これ私が好きです。うん、人参ケーキです。何でこそも好きだよね。うん、うん、そしてみんなに好評、好評のミイラちゃん、可愛い感じになったね。いつもね、サトシが一年作ってくれて、すごいいい先生だよね。うん、でご飯とかぼちゃ。リクエストです。こちらはじゃあできました。それでは皆さん、どうもありがとうございます。ハッピーハロウィーン。